またね、2軒目のね、蕎麦屋さんが近づいてきました。歩いて5分ぐらいの差なんですかね。せっかく来たんですからね、食べてみたいと思います。ここにね、貝田早生っていう品種ですね。一本木亭さん、なんか蕎麦屋さん見たら食べたくなっちゃった。うわ、いいですね、一本木さん。あ、蕎麦道場もやってるんだ。うわー、素晴らしい、素晴らしい。うわ、この景色見てください。もう最高ですね。蕎麦道楽体験道場ってありますね。ちょっとね、ここで撮影交渉してきます。ではちょっとね、甘めなんですけど、うまいです。この ミニソースカツ、これこの前はね、ソースかかってなかった秩父のはね、あのタレに漬け込んだ。蕎麦畑です。もう刈り取りしたとこですね。もうこんな感じで刈り取りの跡って、実だけをね、雑草のごとく平気なんです。こういう感じで刈り取りした跡です。
場の旅、まあ結構遠くまで行ってきましたけどね。見てください、この料金を。初乗りも何も整理券も何もないんです。乗り放題、何時間乗ってもね200円ですかね。どこで乗ってどこで降りても200円、めちゃくちゃ安いです。観光客のためのバスじゃないです。まあ、じゃあのんびりね、ローカルのバスに乗って行ってます。すごいね、明るいなと思って、もうたまらないね、この情緒はいい感じですね。伊勢神宮の太鼓橋みたいな感じ。今日もね、いろいろ、まあ、ハプニングがありました。なかなかね、列車やバスで移動するっていうのは本当に非常に難しくてね、思うように行きませんでした。乗馬にね乗れたらよかったんですけど、ちょっと休憩でバスの時間の問題でちょっと乗馬できる時間がなくてね、残念だったんですがね、またこの次の機会にってことでね、まあ、無事ちょっと過ぎになりますけどね、これで帰路に着きます。今日も一日ねありがとうございました。またお付き合いしていただければね、嬉しいと思います。じゃあこの辺でね、さよなら。